河原なでしことは、なでしこかなでしこ族の多年層。秋の七草の一つであるなでしこは、本種のことを指す。別名は、なでしこ、大和なでしこ、和名河原なでしこは、河原に生えて、可憐な花を、なでしこということに由来する。本種は、日本で一般に、なでしこと呼んでいる植物で、別名で大和なでしことも呼んでいる。日本では、本州異性の四国。 九州に広く分布するほか、沖縄諸島に少数が自生する。日本国外では、朝鮮、中国、台湾に分布する。主に日当たりの良い草原や河原に生育するが、路傍や山地の斜面、海岸の砂浜等でも生育する。日本では、自生地の開発や、園芸用の採集、動物による、食害、外来種の影響等で減少している地域もある。また、 河原なでしこは草原等の開けた環境を好む種であり、そのような環境が繊維の進行に伴い、日当たりの悪い影的な環境に変化すると生育に適さなくなる。これは自然現象ではあるが、昔は草原や山地、河原の等の環境は人の手により草刈りや枝打ち等され、里山的な利用が行われてきた。これで日当たりの良い 明けた環境が継続してきたという背景がある。近年の人間の生活習慣の変化で、このような人為的な格乱が行われなくなると、河原なでしこに代表される人間と密接な関係のある普通種が、その自生地や個体数を減少させてしまう結果となりうる。多年層で、高さ30から80センチメートル、茎は根から創生し、節が膨らむ。 茎の基部は地面に伏せることもある。葉は、体性、葉心は、線形から、線状皮心型で、長さ4から7センチメートル、先端は鋭く尖り、基部は茎を抱き込み、無毛で、傭兵はない。形容ともに白身を帯びた緑色である。柿は、夏から秋にかけて、髪型でまばらに枝分かれした茎の長短に、淡紅色の花を数個つける。花は、直径4から5センチメートル、 学編は3から4センチメートル、筒は3から4体ある。学は細長い筒状で、基部に耐性する筒が密着してつく。花弁は5枚で、基部は細くなり、学頭中に入り、また先の方は広がり、糸状に裁列している。湯髄は10本、死髄は下中2本。色は、淡紅色が一般的だが、白色も多い。また、淡紅色と白色が混ざっている個体もある。 栽培していると白色のものが淡紅色に変化したりもする。花が終わると円柱状の果実となり、先端が4列して黒色の種子が出る。多年生であるが、春巻きして発芽した後は冬越しして翌年に花を咲かせる。刺し目は容易で充実した側面を切り取って刺す。高温と多湿を嫌い、冷涼な環境と日照、通風がある環境が望ましい。 秋の七草の一つであることから分かるように、干渉価値を認められた。栽培も行われ、特に、江戸時代には、変わり花の栽培が盛んで、古典園芸植物の一つともなっていたが、現在では、ほとんど見られなくなり、わずかに、伊勢なでしこと呼ばれる一群などが維持されている。また、他のダイアンサス類の交配材料にも用いられる。薬用としても利用されており、開花期の前奏を、 なでしこ、種子を乾燥したものを、クムギコと称する。利尿作用や、通径作用、消炎作用がある。民間では、種子ついた治療 8g を水 400cc で半量になるまで戦時、3回に分けて服用する用法が、知られている。ただし、妊婦への服用は禁忌とされている。日本には、なでしこ属に属する種が本編種の他に生育する。 本州河原なでしこの元編集は、エゾ河原なでしこであり、北海道及び、本州の中部地方以北及び、ユーラシア大陸に分布する。本編集との相違点は、学編の長さが2から3センチメートルとやや短く、ストが2体である。また、高根なでしこが、同じく北海道及び、本州の中部地方以北及び、ユーラシア大陸の鉱山帯に分布しており、相違点は、 ストが2体で草丈が低く10から30センチメートル程度である。このように地域による変異が大きい種である。さらに、沖縄諸島の集団は別変種とする説もある。生育地である下記の地方公共団体が作成したレッドデータブックに掲載されている。ありがとうございます。